は翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日もグラクロやっていくんですけど、まあ多分9時ぐらいまでかな、ちょっとやっていこうかなと思います。で、早速このフォークパスクリア、1個クリアしたんで、お、これもゲッツ、ナイス、いいね。お金を使えば使うほどゲットできる。で、一応ですね、まあさっきあのストーリーもやって、まあ257話まで進んだんで、また、動画出したいと思います。まあその何ていうんですかね、なんだろう、ストーリー攻略の動画をまた出します。まあ YouTube の方で出すんで、よかったら YouTube を見てくださいっていうところで、まあいつもはこの時間は実況というか、こうライブ配信しないんですけど、今日はちょっと仕事が遅くなっちゃったんで、まあこの時間になっちゃいましたよと。で、まあ、とりあえず、こんばんは、ありがとうございます。フリーステージやっていこうと思います。黒の剣士キリトが入室しました。あ、キリトさんこんばんは、ありがとうございます。一応こんばんは。一応メインストーリーも進めてて、また YouTube の方で動画出したいと思うんで、また YouTube でも動画見てください。まあフリーステージちょっとやってダイヤゲットしようと思います。これね、フェスゲットしたんすよ、エリザベス。なんでまあ早速レベル上げをね。ありがとうございます。いやー、もうやっとゲットしました。まあ、レベル上げしつつ、まあ、エリザベスはもうすぐに、多分、レベル上げます。優先的に。フェスは。で、まあ、ここら辺も、なんだこれ。え、何これ、これ知らない、これ初めてやるな。これキノコじゃないよね。あ、キノコだった、またキノコかい。エリザベスの一発で倒してほしい。ちっちゃい。やばいなこれ。いつもこのキノコ出てくる時って、このなんだろう、このキノコの報酬すごいいいんですよね、多分。チケット使いの。ガンガンレベル上がっていく。いいっすね。で、クエストクリアと。で、どうしよっかな。PVP やるか。ちょっとダイヤ優先的に集めます。それをやると最終的に新キャラ灰色の魔人ヘンドリクセンだったかな。マジっすか。ああ、そうだそうだ。ヘンドリクセンね、いましたね。そうそうそう、ガチャもガチャでヘンドリクセンゲットしたいですね。これでやるか。ちょっと待って、あー、どうしようかな。いいか、このままで。
いけるかなこれで。投球的にちょっときつそうだけど、まあ行ってみます。一般、やべ全然勝率悪いな、やばいですね、まあ、全然やってないんですけど。うわー、フェス、フェスちゃん来たね。フェスちゃんですね。相性もあんま良くないね。やめてほしいそれ。いやー、必殺貯められて GG のような気がする。ちょっとこれ やっちゃったかな。プロの剣士キリトやっと貫通かと、デリエリレベル80超覚醒に行けた。おお、いいっすね、強いんじゃないですか。やめてー、キャンセルされたー。いやー、終わりの匂いがしますね。これでどうだ。黒の天使キリト、今回のイベント覚醒コインがとても助かった。そうですね、コイン集めて覚醒して超覚醒できるんでいいですよね。回復しないでくれ。怖いな。痛い、痛いよ。ギリ耐える、ギリ耐えますね。やった、強いっすね。回復するな。いやー、やられてますね、だいぶ。いやー、めてほしい。必殺 GG じゃないですかこれ。大丈夫？これさ、必殺打ってもさ、回復復活するんだよね。負けちゃった。いやー、それはダメですよ。勝てないですね。インベージョンアロー、これでどうだ。強っ。回復しまくりやな、おい。やべ、死ぬ。終わりを迎えました。
みんなのためです。じゃあこれでどうだ。いいだい。意外に粘るね。俺粘ってるな。くっそ。まあでもな、ダメだな。にしてもだな。デリエリ粘るね。回復するね。バフがやばいことになってるな。と一撃でいけないか。いけないか。回復するね。いける？強え、やば。めちゃんこ強え。やば、強い。やべえことなってますせ。あれ、これいける？やば、これいけんじゃねえ。これいったわ。すげえ、大逆転した。すごいな。デリエリ一人でボッコボコにしたよこれ。強っ。今絶対俺無理だと思った。ボッコボコにしたんこれ。すげえな俺。いやすごくない？強っ。もう途中ずっと諦めてたのに。やっぱりあれだね、諦めずに戦うのはいいね。あ、なんかゲット。あ、順位下がっちゃってる。順位下がってますね。ちょっとここら辺行ってみる。フェスだ。勝てっかな。いやーちょっと厳しそうだな。行こう。行ってみよう。存分に戦うがよい。大逆転した。全員やったのかすごいな。デリエリ強。デリエリ強いですね。まああの相手の札もそのなんだっけ、あの石化が来なかったんでそれに助かりました。それで助かったな。オッケー。いけたぜ。で、えい。いやー強そうだな。最後フェスか。貫通の、あーこれ強そうだな。やってみっか。
存分に戦うがよい。勝てたらいいな。いい戦い。OK。あ、フェス最後きついぞ。終わった。惜しい。うわあ、投球高えな、おい。フェスかよ。フェスで最後貫通？これは勝てなさそうな気がする。早えな、おい。負けるの早いよ。あと2回。うわ、強いね、みんな。ちょっとやってみっか。存分に戦うがよい。最初は勝てる？あ、まあ、勝てない。あ、勝てる。あ、惜しい、惜しいな、おい。おい、けど、え、めっちゃ強い。最後貫通パーティーを行っていう。ティうー、ここかな。手頃、お手頃。お、ヘンドリクセン。まあ1戦目はね、まあ大体1戦目負ける。2戦目負けたら、あ、ダメだ、ダメでした。ちょっと構成変えるか。はい、で交換してね。1800、これいける？あ、いけない。ここまでか。購入しました。で、これで次は殲滅戦。これもね、スキップしていきます。スキップ、スキップ。お、いきなりハウちゃん来た。ハウちゃん、いや、さっきの喧嘩祭りはすごかったな、マジで。勝てると思わんかったもんな。ずっと諦めてたもんな。あれ？あれどうした？あれどうした？なんか見えないけど始まった？あれ、なんかバグった。あれ？バグった。どうした？おーい。おーい。おいおいおい。おい、どうした？俺のブラクロ。もう一回。ネトマブルマジかよ、落ちたべ。なんだよこれ。点滅戦行って落ちるって初めてだな。どうした？あれ？ああ、びっくりした。クリアした。エクストリームいっか、まあ、いつもハードで甘えてるんで、エクストリームでいきますか。
甘えちゃうんだよな。 OK、 行きます。ハードで甘える。おう、大丈夫かな、いけるかな、いけるかな。イケイケゴーゴーだな。フルカウンター、フルカウンターお見舞い、いけ、フルカウンター、フルカウンター。こうしてこうしてこうだな。オッケどうしようかな。こうしとくか。邪魔。いけ。フルカウンター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 、いけ。OK。フルカウンター。いいね。フルカウンター祭り。ああ、これあれだな、デリエリのバフ消えちゃうな。どうしようかな。まあ、いっか。間違えた。いいか。強いね。インベージョンアロー。こうしてこうしてこうかな。みんなのためです。2000しかない。ブラックアウト。 OK、 全然食らわん。まあいいか。いけいけい、いけいけい、決めろ。これで決めてほしいよと。やっぱバフのついた、バフがたくさんついたデリエリはめちゃめちゃ強いな。うん、これこのコインって何、ルーレットイベントで使用できる。ルーレットイベントなんてあったっけ。そういえば黒の剣士切りと左上のところにある。あ、マジですか、ありがとうございます。左上のところにあるんだ。これかな。あ、これか。全然、間違えた、間違って承認しちゃった。あ、キャンセルされた。お前はいらねえよって言われた。傷つくわ。これ、お、クリアした。クリアしてた。ヘンドリクセンがあともうちょっとでゲットできる？
あ、これか。お、やってみよう。わお、ホークちゃん一発、一発、オッケー。これね、天井まで引けるんでしょ、とりあえず。あ、もうない。オーマイガー、なにこれ。プロの剣士キリトボスパレードやっといた方がいいよ、報酬おいしいから。あ、ほんとだ、やっとこう、これ。あああったね、ボスね。ヘルってなんぼ。17万、強くね。ちょっと待って、報酬、なるほど、こんな感じなんだ。キャラはなあこれ。え、いいじゃん、いっぱいあるね、いっぱいあるね、いいね。黒の剣士キリト、自分はハードを貫通パでゴリ押ししてる。ハード貫通ゴリ押し、なるほど、ゴリゴリ押しですね。この子は青か。ワンチャンさ、このパーティーでいけるかな。俺はちょっとやりすぎか。ちょっとやってみようかな。これでやってみる。レベル上げついでに やる的なやつで、的なみたいな。あれ忘れたな、これなんだっけ。そうやったんだよな、動画も出したんだよ、こいつの攻略動画みたいなの出したんすよ。忘れた。なんか動かなくなるんだよね、途中ね。何、はい、ああ、向こう、向こうね。攻撃スキル使用不可効果と中で1種類、ああ、なんかあったかも。ああ、動けなくなるやつね、はいはいはい、あったね。動けなくなるね。人間から受けるダメージプラス30。人間いたっけ。あ、人間いませんね、まあ、とりあえずね。ちょっと、ワンチャンいけるかちょっと挑戦してみよう。全然食らわない、ちょっと無謀だな。いて、お、ちょっと待って、これ一撃危ね。なんとか耐える。おお、やばい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 、死んじゃう。必殺復讐デバフ解除、いやー、どうだろう。諦めるのはまだ早いですって言われた。おお、あ、死んだ。死んだ。さすがにちょっと無理か、ちょっと無理があるか、この編成は。あら、やられちゃった。さすがに無理だったね。いやー、バレますがに無理でしたね。ちょっとや、あ、もうちょっとやってみようかな。もうちょい、もうちょい。あ、ダメか。ドロールくんが頼りだな。あ、ダメか。さすがにやりすぎたな。いやー、ドロール君頼むわ。
お、動けなくなった。とどめだ。ナイス。タイマン勝負みたい。タイマン勝負になっちゃった。まあ、体の大きさ的に同じぐらいだね。これさ、必殺一撃で倒してくんねえかな。一撃で無理だな。ああやめてくれ。ずるいぞ、一人なのに攻撃3回なんて。そりゃさ勝てないでしょ。いやーこれダメだね。いや分かってたんだけどね、ちょっとさすがに無理だわ。すいません、ちょっとすいませんでした。じゃあ普通にやるか。17万でしょ。黒の剣士キリトキマーラ、そっちは4人やんけ。確かにキマーラからしたらお前4人やないかいって言われる。この緑構成でどう？これいけんじゃない？緑構成で緑尽くし。ちょっと待って、遊びはまあ誰かのウルトラレアつけてる。メリオダスもついてる。あ、ついてるね。ちょっとこれでやってみようかな。飯も一応食っとくか。 HP 吸収がいいかな。やってみます。はいはい、ちょっと飛ばしますね。さあ、あれこれヘルだっけ。キマーラヘル、あれエクストリーム、これどっちだったっけ。まあいいか。オッケー、何がオッケーかちょっと分かんないけど、とりあえずオッケー、とりあえずオッケーだよ。フルカウンター入れとく。あ、フルカウンターね、金札とか来てくれたらありがたいんだけど、まあとりあえず入れときますか。頑張れ頑張れ。フルカウンター、あんま入んないね。フルカウンター、フルカウンター、いいね。ダメージ分返してるって感じ、いいんじゃない。あ、必殺封じ入れれたっけ。ちょっと待って、必殺封じ入れれたっけ。ちょっと入れてみるか。まあ入れてみるのが大事だね。慈悲なんてない。オッケー、封印きた。封印やめてよ、痛いね。封印はやめてくださいよ。まあ俺も封印してんだけど、人のこと言えないね。封印同士だね。もうちょっと入れてほしいな、ダメージ。もうちょっと入れてほしいな。どう？ああ、それ、なるほどね。わお。でこれゴリ押していけんじゃねえの。ナイスナイス、いいね、いい感じ。さあ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 、どうしようかな。
まあとりあえずねフルカウンター入れて、俺入れてこれぶち込んどっか。慈悲なんてない、慈悲なんてないよ。まあとりあえずデバフをねつけまくっちゃって、必殺たまる。痛えなこれ。耐える、お耐えろ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 、よしナイス、よく耐えた、えらいぞえらいぞ。あ、待って、待って、こうだね。でまたフルカウンター、これも勝ってたんじゃない、勝ったっしょ、これ GG でしょ。ドゥ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 カウンター祭りだ、カウンター祭り、これフルカウンター、オッケー、カウンター祭りで終了。やったぜ、勝てた、勝てました、ヘル。まあよかったっすね。